今日はメイコンについて話をしたいと思う。メイコンって亡くなった人と結婚するってやつ。そうだね。ウプ主は随分前からメイコンにおける論文を集めてたんだけど、なかなか使い道がなくてね。ちょうど佐藤さんの動画が一石を投じてくれたおかげでようやく役に立った。とりあえず佐藤さんの動画を視聴しておいてほしい。リンクは動画説明欄に貼っておくよ。みんな見てみような。で、この動画は台湾のメイコンを深掘りするよ。まずは前提として、台湾は移民社会なので、先住民族の他に、いろんな地域から移入した漢民族がいて、今回紹介するのは、一部の漢民族の風習だけだよ。はーい。早速だが、ネット上でよく言われている、道端に落ちた赤い封筒から説明しよう。拾ったら亡くなった人とメイコンさせられると聞いたな。こういう無作為でメイコンの相手を探す方法は、確かに存在していたけど、主に台湾南部に根を下ろしたらしい。対して、東北の宜蘭もメイコンの文化が浸透していた地域だが、亡くなった方のメイコン相手を探す場合には、親戚から探すとか、知り合いの紹介とか、もしくは亡くなった人の姉妹が嫁ぐ際に、一緒に同じ夫と結婚させる例もあったよ。え、同じ夫に嫁いでもええのは。もともとメイコンって、昔ながらの男尊女卑の風習から生まれた産物だから、一夫多妻はごく普通だよ。しかも生きてる男性が、結婚する前に亡くなった女性をお嫁にするメイコンは、圧倒的に多いんだね。なんでやろ、結婚する前に亡くなった男性も、たくさんいたんとちゃう。女性の伝統的な社会責任は、生家から出て、他の家に嫁いで、子供をどんどん産むこと。そして女性が亡くなったら、夫の家でしか供養されるべきと定められること。もしも女性が結婚する前に亡くなったら、社会責任を完遂しなかったため、人格を社会に否定される恐れがある上に、生家で供養することすらできないね。あんまりかわいそうなので、生家がメイコンで結婚相手を探すんだよ。だから台湾のメイコンは、生きてる男性が亡くなった女性をお嫁にする場合が主流ってことやな。しかし生きてる男性としては、何の利点があんの。メイコンの利点に関する説は千差万別だが、よく聞いた例をいくつか拾い上げて紹介しよう。さっき言った通り、台湾のメイコンは、亡くなった女性の生家が望む場合が多いんだよね。そのためにメイコンを受け入れる男性は、女性の家族に恩を売る面があるし、男性が妻の亡くなった姉妹をお嫁にすると、妻家族との縁をより深めさせる面もあるよ。さらにいやらしいことを言うと、お金がもらえるよ。メイコンでお金もらえるの？経済状況によって絶対ではないけど、多くの場合は、女性の家族がメイコンの費用を負担する上に、お嫁入り道具、持参金、お墓の建造費などを男性に差し上げるよ。もちろんその代わりに、男は供養の責任を果たさなければならないね。その他に、男性の方がメイコンを求める場合もあるよ。三命学、いわゆる占いには、総裁命という運命が存在する。総裁命の男は地面通りに、二つの嫁を取るべきとされてる。そうしないと、家庭的にも仕事的にも破滅に向かう。しかし今の台湾は重婚が認められていないので、占い師に総裁命があると言われてから、メイコンを求める男性も少なくないよ。そういう運命もあるのか。それならばラブコメの主人公たちは、みんな総裁命どころか、三妻命、四妻命やんけ。ああいう主人公がハーレムの運命を受け入れないと、自分は不幸にはならないが、作者が叩かれてしまうよな。それともう一つメイコンの大きな利点は、メイコンの妻に見張ってもらえること。メイコンの妻を守護霊と考えて、身の安全を守られるのと、幸運を上げるために何度もメイコンする人もいたそうよ。一方、夫のメイコン相手を監視者と考える制裁もいて、四六時中に夫を監視してて、不倫を防げるかもしれないね。いくら利点があると言うても、信じない人は信じないし、怖がる人は怖がるやろ。メイコンしたくないのに、部活に赤い封筒を拾ったらどないしたらええや。確かに、メイコン用の赤い封筒を拾った上で、メイコンを拒否すると、不幸が訪れる説もあるが、今はそういうことに遭う機会は極めて稀だよ。昔は未婚の子供の死亡率が高いから、メイコンの必要も多かった。今は衛生環境と医療条件が整えるので、メイコンそのものが衰退していた。メイコンをやろうとしても、赤い封筒で無作為で相手を選ぶ方法は、一部の地域に限定しているし、たとえ迂闊に赤い封筒を拾ったとしても、メイコンの可能性は非常に低いんだよ。メイコン以外の赤い封筒はないや。そもそも赤い封筒は、台湾でよく使われているもの、お年玉や、ご祝儀や、賞金とか、給料まで赤い封筒に包む人もいるよ。一年中に赤い封筒がたくさん使われているから、ウプ主が見た道端に落ちた赤い封筒も、大体どこかのうっかりさんのお年玉袋、ご祝儀袋、給料袋だったね。あとは、占い師に勧められた開運のための赤い封筒も多いよ。お金と爪と髪を赤い封筒に包んで、道端に捨てて、自分の不幸を拾った人に押し付ける呪術みたいなものとか。なんやそれ、拾ったらめっちゃ不愉快やな。もしメイコン用の赤い封筒だと、亡くなった女性の生年月日など、個人情報や名声もいろいろ封入されてて、なんとなく一目でわかるが、まあ、開かないと区別できない人には、結局すべての赤い封筒を拾わないことが最善だよ。ウプ主は、メイコンの赤い封筒を見たことあるん？ご結婚おめでとうの文字と金額が書かれて、明らかにご祝儀袋のやつを拾ったことあるけど、膨らんでて、間違いなくお金以外のものが入ってるやつなら拾ったことないよ。やっぱメイコンを怖がるん？むしろ開運のやつを拾いたくないね。メイコンはどう言われても、基本的に他人を助けることだし、めでたいことだけど、開運のやつは悪意しかないよ。不意に、強制的に不幸を押し付けられたら、呪術を信じなくても、気持ちは良くないだろうね。今回はここまでかな。それじゃ、またねー。